皆さん、こんにちは。ソニーインタラクティブエンターテイメントの吉田です。今日は、スクエアエニックスの吉田直樹プロデューサー、ファイナルファンタジー16のプロデューサーに、ファイナルファンタジー16の開発の歴史や、ファイナルファンタジー14を開発しながら、いかにして、この16の対策ですね。それはもうゲームデザイン的にも、グラフィックス的にも、ストーリー的にも、全く新しいアプローチをファイナルファンタジーで 行われているこの対策をいかにしてお作りになったか、そういった話をいっぱいお聞きしましたので、ぜひ楽しんでください。 Survived. Lord Rosfield, I've been looking for you for a very long time. I'll you apart with my Try it. Now. You're not the only one who's seen their world fall apart around them. I thought I was ready for this. I know, but we will face it together. We will talk, Let's shut him up. I am a shield of Rosaria, and I will do my duty. Come on, Ifrit. Show us your truth. こんにちは吉田さん、お久しぶりです。お無たしております。おたしてます、えー、まずはですね、この FF16 という超大作、素晴らしいゲームを完成されて、えー、リリースされて、おめでとうございます。ありがとうございます。ま,あ、また<も>あの、このような機会いただきまして、ありがとうございます。はい、光栄です、ま。私ももうたっぷり楽しませていただきました。まあ、正直な話、私はインディーゲームのサポートの仕事をやっているもので、 あんまりもう対策ゲームプレイしなくなくったんですよ、うん、もうどうせいいのは分かってるみたいな感じで実はうちのファーストパーティーのゲームも含めてですね最初の23時間やってああまあこんな感じかって分かったらもう他のねインディーゲームいっぱいプレイしなきゃいけないんで。うんうんうん やんなかったんですけど、で、今回もですね、インタビューさせていただくっていう話を受けたので、えー、あの、インタビューできるぐらいはプレイしなきゃと思って始めたらですね、どっぷりとハマってしまいましてですね。あ,ありがとうございます。もう最初の方は、あの、サブミッションもね、全部ね、 えー、残さずやってたんですけど、はい、そうするとねストーリーが面白いんだけどなかなかストーリーが進まないんで <laughs> 途中からちょっとあの切り替えてもうメインミッションをバーっと追いかける感じでやったんですけど変な意味で驚いたのはですね実は FF、まあ、はやっぱり私も全部プレイしてきてますけどもうちょっと FF 世代ではないかなみたいな。こう まあ、あの、ユーザーとしての関心として、まあ、FF は割,割と若い子に、あの、受けるようなストーリーとかキャラクターであったり、っていうのかなと思ってプレイし始めたら、あれこれ、すごいなんかマチュアーな、あの、大人向けの話だし、なんか、あの、設定、キャラクター設定だとか、あの、映像にしてもですね、これ、途中でチョコボ出てきますけど、チョコボ出てこなかったら、パッと見、FF って分かんないんじゃないかな、みたいなです、ね。はいはい ああそういう、まあ、いい意味でですね、すごく驚いて、これで引き込まれていったんですね。ですから今日はですね、はい、もう本当、プロデューサーとして、まあもちろんこの F16 を作り始めるときにどういう、えー、狙いでですね、どういうユーザーターゲットで、まあゲームシステムであるとか、はい、ストーリーとかセッティングとかを考えられたときの、うん、いろんなこう、あのー、お話をですね、はい、あの考えなんかをあの掘り下げてお聞きしたいなと思っております。 はい、でその前に、ですねまずは、えー、吉田さんのご紹介、もう知らない人いないと思うんですけど、経歴とか、ですね、はいえー、これまでのタイトルでの,あの、えー、役割とか、そういったことをちょっとお話しいただきますか。はいも、まあえー、ともと、まあ、ゲーム業界に入って、そろそろ30年ぐらいになるのかなっていう感じですけど。 スクエアエニックスは3社目の会社で、2004年ぐらいに入社してるような気がしますけど、元々はドラゴンクエストを担当していて、ドラゴンクエストのオンライン版であるドラゴンクエスト10を作るためにスクエアエニックスに入って、その10を作ってる間に、 えー「ドラゴンクエストモンスターバトルロード」っていうアーケード初進出のドラクエの、まあ、ゲームデザインとディレクションをしてでドラクエ10のアルファ版社内アルファ版が出来上がった頃に新しいプロジェクトの立ち上げっていうのを会社からリクエストされて。 まあそれの新しいプロダクトプロジェクトの準備をまあゲームデザインしながらやってたところ「ファイナルファンタジー14」があのオリジナルのローンチちょっといろいろ大変な状態になっていてまあちょっとゲームの不出来っていうのも非常にまあ実際に自分でも触ってまあちょっとこれはかなり厳しいなっていう状態だったのでまあ全権渡すからなんとかならないかっていうお話だったのでやっぱりもともと「FF ドラクエ」って っていうタイトルに育ててもらったっていう思いもあるし何よりも FF ファンでもあるっていう自負があったのでそうなのであればあの思い切って受けさせてもらおうかなということでファイナルファンタジー14のまあ立て直しっていうところから始まってものすごいもうほとんどもう不可能に近いようなインポッシブルミッションみたいな感じを受けられたと思うんですけどそれはやっぱり「ドラクエ10」とか MMO をやられてたからあの声がかかったんでしょうか どうなんでしょうね。まあもともと当然そのオンラインゲームの結構創世期、まあディアブロの初代の頃からかなりオンラインゲーマーとしてプレイをかなりのタイトルやってきたのもありましたし、まあ当時ハドソンという会社でエンジニアたちとじゃあ実際そのオンラインゲームってどう作られてるのかとか、うん、まあ何をクライアントで処理してサーバーで 逆に他のものもを処理してでそれは何のためだみたいなところはすごく先輩たちにもあの質問攻めにしてほしい。かなり早い段階から。そうですね。<ー>でやっぱりオンラインゲーマーとしてのプレイ歴もかなり長いということであの、うん、もちろんその側面は一つあったとは思うんですけど割とその僕はとにかく今はなんかプロデューサーもやってますけどどちらかというとやっぱディレクターが、はい。 一番長いし、これからも正直言うと、プロデューサーはいつでも降りたいぐらいの <laughs> 気持ちなので、<laughs> 現場が好きみたいなそうですねで、それもあって、あの、まあ、スクリーンに入ってからも、結構いろんなプロジェクトの,その相談に乗ったりとか、そういうこともしてたのもあって、まあ、思い切って、あの任せるからなんとかならないかっていうお話をまあいただいたのかなとは思ってます。はい でその時にもあのプロデューサー兼ディレクターという形で引き受けられたんですよね。そうです、ねまあ元はといえば僕ではなくて当時、はい、あのスクエアニックスの技術の責任者であった橋本良久さんという人間と、まあ、今回シックスインのディレクターをやってる高井宏がじゃあ僕から。 まあ僕がディレクターやるのはその「f o の立て直しでいいんだけどプロデューサーどうしようっていよいよその話をしだしたところでいやわざわざ改めてプロデューサーを誰か立てるぐらいだったらあのどうせ全員吉田の指示で動くんだから一人でやった方が効率的だから一人でやってよっていうふうに言われてまあ確かにその論理的に考えたらまあ当面その立て直しっていう意味だとその。 まあ予算管理はもちろんしなきゃいけないですけど、プロモーションとかっていう必要もない、ゲームが立て直るまでは、うん、あの広告宣伝を打っても意味がないと思っていたので、確かにその僕が誰かを説得してとか、誰かにプレゼンして承認を取ってゲームを進めるっていうよりは、まあ一人では多分確かに早いねっていうので、まあまあ確かにねっていうので受けて、ちょっと今に至るみたいな感じです。 すごいです、ね、もうあの当時は最初にランチしたゲームのメンテナンスとかアップデートをしながら新しいバージョンを新たに作るっていう、はい、それをこう同時進行してあるタイミングで切り替えるためにこの時間も迫ってっていう、はい、そういうすごいスケジュールでスタートされたと思うんですけどそれからもう今までどん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 成長していってこんな風に。 なるとは <laughs> 思っってらっしゃいましたか <laughs> いやまあさすがに今の状況を想像してたというのは <laughs>、まあ、はい、嘘になっちゃうので、はい、とはいえあの、まあ、会社にも承認してもらって、まあ、同盟タイトルで全てを作り直しますっていう、うんまあ、前代未聞の,あの挑戦ではあったので,で、まあ、メディアの皆さんも真剣にそれをお話ししたら。あの まあこれまでの経緯にかかわらず真剣に僕らもじゃあ,あのゲームの方を見させてもらうよでお客様一番大事なお客様に関してもあのもう13年前ぐらいになりますけどそのライブ配信っていうのをストリーミングを実際に顔を出して始めて、うん、まあどういったゲームを目指すよとかどういう回収点をやっていくよっていうことを自分の口で語るようになってから、まあ、やっぱり非常に多くの方に支えていただいたのでまあ ちゃんとした申請を成し遂げた上で、まで、あ、誠意を持ってあの着実に一段ずつ階段を上っていこうみたいなところしかやっぱり考えてはいなかったのででもそれが結局今も続いていて一段一段その、まあ、高い目標は掲げつつも一段一段あのプレイヤーの皆さんと一緒に FF を作っていくみたいなスタンスでいるので。 まあそこがあの本当に世界中のこう光の選手の皆さんにあの支えて,もらってそうですね。そこが本当、あの吉田さん、よしーさんで愛されてますけれどもその、すごい特徴的ですよね、ユーザーさんと対話していくっていう、まあ、ちなみに私もよしーというアディショナね。<laughs> はい、ツイッターも YOSP なんです。たまにですね、はいはい、FS に関しての意見とか、私もツイッターでいただいたりしてるんですけど、ちょっと間違ってるぞとか思いながら、<笑><笑>すみません、ごめんよし P 対談ということで、お願いします。はい、それで、まあ、FF14 を当然あの続けられながらですね、はい、FF16 の話が。 入ってきたと思うんですけれども、<っ>それもおそらく会社の方からやってくれないかっていう話だったと思うんですけど、それはあの、はい、FF15 の開発の途中なのか、それとも終わった後とか、どの段階でその話が来たんですか出た後直後くらいで、うん、まあ当然僕もその当時は執行役員とかだった それは当然そのーンもやりつつ第三開発事業本部っていう自分の,その部門本体の運営もしつつ、まあ、当然その全社協務として、はい、やっぱり主力タイトルである FF っていうののナンバーをさらに通ううしていくのかっていう部分にもやっぱり議論には参加している中で、まあ、あの当時の社長である松戸の方から。 できれば16はその吉田と第三開発事業本部でなんとかならないかっていうのを確か15が出た直後ぐらいにまず最初にアプローチをもらったっていう感じですかね。その時はあの当然14はまだまだ続くし今後もやんなきゃいけないことがいっぱいあった中だと思うんですけど、はい、あの16やってくれって言われてどう考えられたんでしょうか まあ当時、えっ、ー、と、実は結構もう前で7年前以上ぐらい。だから、14の最初の拡張パックである、蒼天の石ガルド、をあの、ヘブンズワードをリリースした直後ぐらいに、大体最初のお話もらったと記憶してるんですけど、まあ、まずは、あの、すごい光栄なことだなっていうのは、あの、実際チームのみんなにも、あの、話をもらった後に伝えましたし、僕自身がそう思ったんですけど、理由としては、 その14の立て直しっていうところがあの個人としてもチームとしてもすごく会社から、まあ、認められたからこそ、うん、最新ナンバーリングをやってみないかっていうふうに声をいただいたと思ってるのでそれってそのプレイヤーの皆さんに支えられてやってきた努力とかチームの,その結束力みたいなものが評価されたからこそなのでまずは単純にとても光栄だしありがたいお話だなっていうのが最初の感想と同時にえマジか え,えっていう、その、現実に戻ると、当然その最初の拡張をリリースした直後で、さらにもうどん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 ,どんその、目標としている、こう、世界に住める、あの、暮らせる FF っていうところも、当時のまだ目標だったので、そこに向かってさらにこう、階段を駆け上がっていこうとしているところで、まあ、さて、どうしようかなっていうのが、まあ、正直なところでは。 FF もいろんなあの歴史で、こう、タイトルごと、ナンバリングタイトルごとに新しいアプローチがされていて、FF15 は私もあの初めてのオープンワールド、3D の,のアクション性の高い RPG ってことですごい好きだったんですね。その新しいチャレンジされてるなっていうのがあ,のありましたし、まあ、やりきったというか、まあ、後半はちょっと、はしょ、はしょられたっていうか、コンパクトになってる部分ありましたけど、でも、 あの技術的なな面とかあのやりっったなっていう、うん、そういう意味でも好きだったんですけれども、はい、じゃあ16でナンバリングであの最新作で、まあ、世の中業界もどんどん変わっていく中で、うん、どういうものを作ろうみたいな当然、まあ、FF14 の仲間と、はい、あの一緒に受けたっていうことだったのでそのリーダーの方たちと話し合いをされたと思うんですけれども当初、はい、あのはお話しされてた まあ目標とかですね、こういうことをやりたいとか、そういうことがもしあ,のありましたら教えてください。そうですねまず、やっぱり14がそのとても大事な時期でもあったので、ああ僕の答えとしては、僕自身がディレクターをやるわけにはいかないですっていうのが一つ、ただでさえ14でプロデューサー兼ディレクターをやっていて、実際にデータをいじるぐらいあの現場にあのどっぷりなので、僕も。<laughs> なので まあやっぱお客様に対してもゲームに対してもスタッフに対してもちょっとやっぱ失礼に当たるから受けられたとして僕はプロデューサーですって話をしてでやっぱりこう FF のナンバリング背負うって相当、単力が実際には必要なのでまあそう考えた時にまあ一緒にフォーティン立て直してきたあのかつ僕よりも先輩である高井宏っていう。 人間がディレクターを受けてくれるかどうかが、結構まずポイント。で、やっぱりフォーティーンをさらにこう。拡大していくっていうところに比重を置いた場合、本当にごく少人数で。あの、すごく薄く長くまずスタートさせてもらえるんだったら。かん、あの、受けてもいいですっていうところから、まあ、で、それを承認していただいたんで、スタートしたので、実は最初三人です、スタッフ。あ、そうだったんですね。はい。 で僕とそのディレクターの高井宏とストーリー、まあ、今回あの書いてる前宏と3人で、はい、かつ3人とも、まあ、僕はどっぷり「14」ですし2人とも「14の」のリードのかなり高いポジションにいたのでそこから約1年半弱ぐらいかけて徐々にこう引き継ぎをやりながら。 うん、じゃあ16ってどういうゲームにしていこうかっていうふうに話し合いを3人でこう定期的にしていったっていうのがスタートですまず。で,でじゃあコンセプトをかなりがっちり最初に3人で合わていったってことですね。すねはい、特にあとその RPG である以上、うん、僕やっぱりこうこれまで RPG もたくさんハドソン時代からも関わらせてもらったんですけど 開発が難航したり長引いたりする原因って、ストーリーが固な、固まらないまま作ってしまうのが <laughs>、良くないんで。<laughs> なるほど。えっと、文字ってや、ある意味、コストが非常に安いんですね。<laughs> <laughs> <laughs> 僕も自分で文字書く人間だからそうなんですけど、修正も楽だし <laughs>、<laughs> <laughs> <laughs> 単独でも成り立つから、<laughs> なので、その、まあ、僕もかなりストーリー側に、あのー、 注力するタイプのの人間なのでひろと2人で世界観を決めその大筋を決めあのライティングをしっかり全部あの見えてから人を足していこうっていう方針にもしてたのでまあじっくりあのこコンセプトを立てた上でそれに合ったその世界観それからルール、えー、とキャラクターでゲーム体験まあ先にゲーム体験を決めてそれにフィットするようにこうストーリーを作っていくみたいな形を。 結構長い期間最初本当それこそ1年半ぐらいはそれが続いてたそれはすごい理想的な作り方じゃないかなと思うんですけどだから私もすごいストーリーが楽しかったしそのそれぐらいの作り込みがあったっていうので納得しましたでまたその FF のナンバリングとかやっぱりスクエアエニックスっていう会社にとっても事業ビジネスとしても非常に大きな収益を見込める あの柱だと思うんですけれども、はい、それにそれだけこう事前のプリプロダクションみたいな形で時間をかけていいよって、まあ、会社のトップ松田さんをはじめあの,の方トップの方もそれをあの許してくださったっていうか理解されてたっていうのはあの会社として素晴らしいなと思いましたいやそれはあの大変ありがたい一方でやっぱりこう、はい、ファイナルファンタジー7リメイクっていうものの指導も発表されていた以上を、うん やっぱりこうセブンリメイクチームっていうのが大きくあの開発をこう動かしていくことを考えたら社内でやっぱり HD のタイトルを作っていくって選択肢ってそんなに多くはないんですよねやっぱり、はいはい、だからその、まあ、16をっていうふうにリクエストしていただけるんだとしてもやっぱり14ありつつなのでそこはすごくこうなんだろう論理的に会社に説明はしましたねあの無理なので、うん、こういうあのリ,リソースっていうことで スパイシクでいかないと完成はしていかないのでって、えー、まあもうほんと16遊んで、まあ、リメイクもそうですけどすざまじい分量のアセットが作られているので <laughs> か確かに先は7リメイクだろうとでそっちがいっぱい人がいるから16は、うん、あのしばらくは少人数でやりますねっていうのはすごく。 論理的ですね<う>確かになるほどいやだからそこに加えてこう「14」をまずやっぱり最大化していくための準備をしつつ、うん、でもその間少人数でそのゲームデザインのベースルールやストーリーっていうのを構築していけるっていうのは、まあ、こある意味効率的だとは思うのでそんな形でただやっぱりそのシリーズであり16作品目っていうのは事実なので。 僕らが何から何まで好きに作っていいわけじゃないっていうところは結構最初にその2人には話していて、はい、高井真宏には。で特にそのシリーズであり、はい、その期待値をいただくからこそ挑戦する部分と前作でやはりこう評判の悪かった部分っていうのは必ず今作で巻き返さなきゃいけないっていうところも同時に。 まあある意味制約条件というか達成条件として最初に決めて、じゃあそれは何かっていうと、はい、さっきまさに周平さんもおっしゃった、フィフティーン後半駆け足になって、ストーリーが急に終わった感じがあるよねとか、うん、ストーリーっていう部分において、あの、知り切れ感というのが、 ここ最近 FF についてはまあ14はオンラインなんで別なんですけど言われているっていうのはまあ実際自分でもプレイして思った部分なのでやっぱり「ファイナルファンタジー1」をリアルタイムでプレイしていた自分からすると FF こそその映画的物語をその手でコントローラーを握って体感するっていう部分にやっぱり改めてちょっと立ち返りたいっていう部分はすごくあったので。 今回は何においてもまずストーリーを最優先するっていうのが最初に決めたあのポイントではありました、ね、なるほどで最初にその3人でコンセプト固められた時にゲームデザイン面においてはどうだったんでしょう、はい、16はやっぱり15がオープンワールドに行ったそ,のそれをリニアに戻して、はい、それからあのリアルタイムのアクションゲームですよねいわゆるアクション RPG と言ってもいいぐらい、はい、これは FF としては あのまあ、画期的なのかなと思いますし、はい、その辺はもう当然あの意図があってあの考えられたと思うんですけどどういう考えだったんでしょうかあのまずそのストーリーをじゃあどういったそのものにするのかテーマとして、うん、そのジュブナイルなのかリアルな戦記ものを目指すのか、うん、あくまで王道ファンタジーではあるけど いろんな世代の人に届けたいなのか、まずやっぱりこうストーリーを第一にするって言った以上、ストーリーで目指すべきところっていうのを次に話し合う中で、その、まあこれもさっき周平さんに言っていただいたんですけど、今回16が、あの、まあちょっと自分はそろそろ FF シリーズとは違う年代なのかなって思われてたところ、 ックステーンはすごいあのマチュアでリアルで刺さったなって言っていただいたんですけど僕逆に若い世代の方がもうリアルなんじゃないかなっていう思いがあったんですね,あ,ねあの、うん、まあ僕も今年50歳になったんですけどやっぱりこう、うん、ファミリーコンピューターが出たとかまだ小学生の自分を振り返った時に僕の見てる世界ってやっぱり自分の住んでる家の近所が 世界のすべてであり、うん、そこで起きてる出来事プラステレビの中で報道されるものがせいぜいの世界だったのでこうやっぱりここまでテクノロジーも発達していないし逆に悪いことっていうものがうまく隠されてたと思うんですねだから原っぱで遊び野山を駆け回りあの、うん 男女の性別も関係なく、幼なじみは幼なじみで、で、その成長していく中で、なんとなくこう、意識するようになりみたいな。<laughs> でも、今のやっぱりこう、世代、特にまあ自分も子供がいるので、見てた時に、彼らが見てる世界って、多分僕らが思ってるもう、少年時代とか少女時代と多分ち全く違うんだろうなと。<laughs> そう言われれば確かに YouTube とかだと普通のテレビでは、ねはい、あの話されないようなテーマでもバンバン出てきますもんね。そうですねでやっぱりスマートデバイスの所有初所有年齢というのもどんどん下がっているしもちろんペアレンタルコントロールっていう制御はあるにせよ、うん、まあ僕らもやっぱり子どもの時代親から見るなって言われたものを隠れてこっそり見てたのは事実なので <laughs> だからそう考えると。 触れたい触れたくないに関わらず、あと見たい見たくないに関わらず、見えてしまう世界の範囲っていうのが、日本にいながらして、世界のあり,ありとあらゆる裏も含めた情勢ってすごく筒抜けなんだろうなって思ってるんですね。うん、特にその政治不安、情勢不安、本当に世界のどこかで、まあ常に戦争というものが起きていて、それが ある種リアルタイムに手に手取れてしまうでそれは年齢にかかわらず見えていて、うん、それがなぜその何千年にもわたってその戦いが続いてしまってるんだろうというのも、まあ、YouTube で検索すると丁寧に解説してくださってるチャンネルとかも出てくるので、はい、だから僕は逆にあの青少年向けって考えて作る。 僕ら50歳の人間が、それってなんかもうずれてるんだろうなって。<laughs> なるほど。<laughs> <laughs> すごく感覚があったので、あの、今回やっぱり FF の最新作だからこそ、やっぱり最終的に描きたいものは、世界には希望がある人、うん、人間というものは、最終的に素晴らしさを抱えているし、うん、例えば、えっ、ー、と、純粋な愛だったり、家族愛だったり、友情だったり、 それから、その、まあ、自己犠牲の心とか、あの、国とか価値観が違っても、最後何か強大なその脅威に対しては、人って団結できるものだとか、そういうところはちゃんと最終的には描きたいっていうところは、そこはもう王道としてまっすぐやりたい。こんな時代だからこそまっすぐやりたい。うん、ただ、一方で、その、綺麗なことばっかり描いても、今の若い人たちには、 嘘に見えるるんじゃななないかなとなるほどそれらが輝いて見えるのって世の中の見たくもない汚い部分とか人間の嫌な部分っていうのもちゃんと描かれてるからこそキャラクターとかその決断とかっていうものにちゃんとしたリアリティとあと良さが生まれるんじゃないかっていうところが一番最初にすごくこうあの、まあ、僕から二人に熱弁したところでもあって。であとやっぱり僕らも とはいえおじさんたちなのでじゃあ僕らもさらに楽しめて作れないと僕ら自身のモチベーションとかテンションっていうのも上がらないのでうんまあ FF にとってはある種ちょっとその今まであんまり極端には描いてこなかった、まあ、ドットの時は結構あるんですけどね逆殺うん、うん、あそいうです、ね、のはあるんですけど、まあ、あれを逃げずにちゃんと描いていくためにはちょっと今の年齢制限だと難しいかもねっていうので まずそこを一番最初に決めたっていう感じで。うん、で、それを。そのストーリー設定からゲームデザインとかの選択にも影響が、うん、<う>あるんでしょうか。そう、ねうん、はいそ。それをじゃあ、バトルシステムとして描こうとしたときに、うん、やっぱちょっとターンベースは辛くないかと。 それだけこうリアルにこう物語がスピーディーに勝つジェットコースターのよりどんどん展開していくものをその手でプレイするで,できるだけもうローディングは絶対なくすっていう最初から割とテーマで決めていたのでそうなった場合にやっぱりこうエンカウントをしてだったりそれがまあ,あのランダムエンカウントであろうとそのオブジェクトエンカウントであろうと。 まあ,あとそのフィールドからシームレスにバトルモードに入るにせよやっぱりこう時間が止まってしまうっていうところがどうしても FPS で育ってきた世代 GTA で育ってきた世代っていう人たちにもうターンベースってだけでやらない人たちもいるので今後の FF の発展を考えたとしてもここで思い切ってあのリアルタイムアクションに振り切る。 15があそこまでやったからこそそれをもう一段進めるっていうチャレンジをしておくことでこういう FF もありなんだで、この次を担う世代も多分思ってくれると思うので,でま,まさにセブンリメイクも逆にターンベースの究極っていうところへどんどんその進化させて,ってくれてるので同じものを作っても仕方がないっていう思いもあるのでそこはナンバーとしてのやっぱり挑戦だからこそアクションベースで。 行こうっていうのを、まあストーリーがそういう設定、そういうコンセプトだからこそ、それに合わ、ったスピーディーさとか、いうところからブレイクダウンして、それを決め、で、最終的に高井の方から、オープンワールドにするか、オープンワールドじゃなくするかどうするって言われた時に、あの、オープンワールドにしようとして、その、ある意味作らなくていいもの、 例え A 地点から B 地点まで実際にリアルに、うん、あの繋がってなきゃいけないがゆえに、うん、間がスカスカだと、まあ、いろいろ言われてしまうので <laughs> こういろんなオブジェクトを作り、ね、い,れいろんなイベントを作りクエストを巻いて結果その僕らが描きたい今回はストーリーに注力しようって言ってる部分がかすんだり揺れたりしてしまうぐらいっちゃうでしょうね、そっちに、ね、ユーザーが楽しく時間使っちゃうことになるんで。 そうですね、あとはこうやっぱ僕らは今回世界を救う物語にしたいというところもあって、うん、そう考えると本当にあの文化圏価値観の違う国々っていうところをやっぱ絵で見せていく説得力人で見せていく説得力っていうのは必要で、うん、やっぱそれをさすがにオープンワールドで全部つなぐってなったら15年ぐらいかかるよねってっ密度を重視して <laughs> 一つ一つの世界を描ききるために。はい そうですね。リニアにして、まあその結果、往来だったと思うんですけど、最近はオープンワールドのゲームが多すぎて、オープンワールドゲーム疲れっていうのが、はい、あのユーザーの間に私もそうですけど、はい、言われてますよね。そこへいい感じで出てきたのかなと思いました、はい、やっぱりこう、なんだろう、僕はそのゲームデザイナーとして、オープンワールドであるか、そのリニアであるか、うん、まあ、 またしてはそのロードが入ったとしても大きくエリアチェンジをこう対応していくかっていう部分は選択の問題であってどれがいいとかどれが悪いのもやっぱり問題ではないと思ってるんですね。あのプレイヤーの皆さんに届けたいゲーム体験っていうものに対して何がふさわしいのかっていうふうにやっぱり考えてゲームデザインするべきだと思ってるので今回はそういう意味だと非常にリズムにあの必要かどうかで僕らが届けたいゲーム体験のために あのどういったその世界の構築プレイヤーの当選っていうのがあ,のあるべきなのかっていうのを考えて、まあ、もしかするとあのなんだよオープンワールドじゃないのかよって言われる可能性はあったとしても今の話をきっちりすればきっとああなるほどねって納得されるというか方もたくさんいるはず同時にいると思ってたので、うん、まあなのでしっかり信念を持ってそうしましょうっていうのでオープンワールドを採用しないっていう選択を。 そのね強い意志で選択って大事ですよねそれでみんなにチームみんなにもこうずっと言い続けるっていう, <laughs> う、ねはい、ことが大事ですよねやっぱり後から合流してきたスタッフとかがね「えなんで本当にオープンワールドじゃなくていいんですか?」って言われた時に、はいえー、絶対ね言いますよね、はい、不安でその時にね <laughs> <え>上の人が迷ってる風を見せるとまずいですからねそうですねなので、うん、そこは今回は主人公クライブの物語っていうのをもう最初から最後まで あのノここはそうですね今回、はい、キャラチェンジしないですもんね、はい、ずっとクライブをプレイするあのまああのジョシュアンの時もありましたけど、はい、基本そうですもんねここもやっぱりこうストーリーの没入感あとその一人の男の生き様っていう視点で語りきるからこそ,その伝えられる部分っていうのもあるだろうな っていう風に考えたのと、まあ、FF リットっての初めてのフルリアルタイムアクションなのでもちろん途中でそのバトル中にプレイヤーチェンジをしてあの他のキャラクターも使って連携みたいなところっていうのも一回企画としてはもちろん検討してるんですけどそうなるとやっぱりクライブにアクションを全部集中させることができないのと相当複雑になっていくのでもちろんそれが楽しいっておっしゃって。 くださる方もいるだろうなとは思ってたんですけど、まあ、まずはあの今回はそれもやっぱり選択でクライブにし全部のアクションを集中させクライブにカスタマイズ性を全て寄せるっていう,こう感じでやってきました、うん、まああのトルガルとかね助けてくれますからね、うん、いい、はい、いい仕事をしてくれるんで一人でやってる感じはないですけどね、はい、ジルもたまに魔法をバンって出したりとか、はいえー、あと一個そのゲームデザインっていう意味で 一番びっくりしたのは、はい、もうプレイしててちょっと開いた口が塞がらないというか、あーみたいになっちゃったのは、あの、召喚獣バトルなんですけど、はい、もうあれは、あの、特にあの、バハムート戦ですか、こ、はいはい、の、あの、ネタバレですけど、こう、はい、何度も何度も終わりそうになっても終わらないみたいな、はいはい、あれなんか、あの、リズムで、あの、はい、必要で作られたんじゃないだろうと思っていまして、はいはい これなんかすごいなんか、はい、あの、怪獣物が好きな開発者がいたのかなとかなんか、あれはどういう発想だったんですかあの、もともと、これも先ほど、あの、しりさんにおっしゃっていただいた、ともすれば FF っぽくないよね、うん、みたいな。うんうん、だからこそ、実はコンセプトの中に、召喚獣をフィーチャーするっていうのを最初に決めていたんですね、まず。<laughs> でここも歴代のシリーズをやっぱり自分たち自身もプレイしてきた時にちょっとパターン化しすぎてないかっていうところがあ、うんまあ、バーンと出したらわってあってそれを見てすごいね、はい、あの HP 削れるぐらいな感じですよね、はい、なのでこう魔法として呼んだらすごい演出すごい長いムービーが入ってすごいダメージを出したら帰ってくまあもちろんそれを毎作楽しみに期待していただくっていうその何ていうんですか 天丼っていう部分はわかるんですけど、まあ、正直やっぱり一回見たらもういいやってなっちゃうし、<laughs> 特に皆さん今可処分時間があんまりないので、見てるだけっていう部分って、しかもそれを繰り返し見なきゃいけないって、そんなにいいゲーム体験じゃないなっていうところと、改めてその召喚獣ってもの自体にちゃんとした意味を持たせた上で、えっ、ー、と、 まあ、まさにアイコニックなので FF にとっての召喚獣でこれをフィーチャーすることで明確に FF ラスターっていうのは絶対出ていくはずなのでそこをきちんと作りましょうでもともとこれは僕のアイデアでそ,のそれよりずっと前から温めてたんですけどその召喚獣を使った新しい FF って考えた時に自分自身がトランスフォームするっていう方が。 うん、召喚獣にキャラクター性を持たせられるなっていうふうにも考えていたので、今回それを二人に提案して、いいねいいねっていう形で、なので、その、<laughs> 僕らは大怪獣バトルって呼んでるんですよ、当時。あ、やっぱり <laughs>、はい、怪獣バトル。はい。なので、もう、ありたらゆる僕らが幼い頃から、あの、興奮してきた特撮、うんうん、まあ、ウルトラマン、仮面ライダー、 エヴァンン、ゲリオンゴジラありとあらゆるものをこう詰め込んだでもそれをプレイヤーはその手で実際に操作しながらあのしかもそれが全部シームレスに展開していくっていうところを目指していこうっていう感じで、はい、決まったコンセプト。 なるほど,なるほど世代をちょっと感じます、ねはい、あの確かに「召喚獣」に変身するときにあの「ウルトラマン」の変身のサウンドエフェクトを出すと合うかもしれないです、ねはい、<laughs> じゃあまあそういったでも本当に規模もすごいですし演出もすごくて一個一個の召喚獣バトルを作るのにこれ一体何ヶ月かけられたんだろうって何人かけられたんだろうとて思いながら。はいはい プレイしてたんですけどまあそのいろいろあると思うんですけどその制作過程であの苦労されたことっていうのはどういうことだったんでしょうか、えっと、全くシステムを使い回さないようにしようっていうことを実は召喚獣バトルに関しては言っていてその基礎システムを作ってその上でってなった場合まあもちろん開発効率は上がるっていう面はあるんですけど、うん、やりたいことがやれなくなるっていう可能性と。うん 結局作ってるうちにそのルールを無視しないと面白くならないってなっていくだろうなと思ってたので、最初から、えっと、全何回の召喚獣バトルをつやるってストーリジーョにもう決めて配置して、で、それぞれにもユニークなゲーム体験を必ず盛り込もう。その代わり、ここはもうコストのかけ所なので、ワンオフで構わないよっていう話をして、なのでもう企画ベース、遊びベースで、 例えば、イフリート対ガルーダはもうプロレスにしようとか、うんあの、イフリート対タイタンはその、イフリートさえ小さく見えてしまうぐらい、マップそのものと戦っていきつつ、最後はもう本気の殴り合いで決着をつけようとか、うん、もうバハムートは逆にこうシューティングモードありのみたいな、こうそういう風にう。宇宙に飛び出しちゃったりとかね。 一番苦労たのはでもその全てをリアルタイム制御していて演出とそのプレイアブルの部分が境目がないっていう作り方をしているがために腕の良いアニメーターと腕の良いエンジニアと腕の良いやっぱりバトルプランナーが三味一体にならないと作れないんですけどそのチームをやっぱり複数用意するっていうのが不可能 まあ,ある意味俗人的ではあるので結果なんとかそれを2ライン2組作ってあの召喚獣を振り分けてあのちょっと互い違いにしながらかつちょっと平行させてここのコントロールっていうのは何だろうお金をかけて増やしたくても増やせないこの部分だったのでなので本当にまあ彼らには本当苦労 出ましたけど、まあ、その分だけ彼らがこう思い切って無茶苦茶を作れる、うん、同じ人たちでやってるので <laughs> だからそこがやっぱり開発期間が結構どうしてもこれ以上もうつまらない短くはならないっていう部分でもあったし、うんうん、それによってやっぱりカットシーンの入れどころとかっていう調整もかなりギリギリまでこう引っ張り合いをしてたので そこはは相当苦労した点であなるほどなるほど普通の勝つシーンであれば、まあ、インタラクティブ性がなければ、はい、それこそテニックさんはお得意なので、はい、もう横に展開してバーッと仕事分配していけるところが、はい、そのリアルタイム性というかゲーム性が、まあ、アクションゲームのボス戦みたいなもんですよね、うん、まさに一個の作り込みをやるのでそれが大変だったってことですね。そそうですね、あのー、やっぱりその リアルタイムから一瞬プレイヤー操作を奪って、その、まあバトルカットシーンと呼んでたんですけど、一瞬演出につなぐときに、プレイヤーっていうか、イフリートの立ち位置とかクライブの立ち位置当然プレイヤーによって違うので、うん、それをいかに感じさせずに、そ的なカットシーンにな。なっってワープしちゃったりしないように。 その時のやっぱり入りのカメラはおそらくプレイヤーはこの辺りにそのこの展開であればいるはずみたいなのをプレイしながらこう決めていったりとかロードがあればある意味安定でもかせるところがロードを入れないって決めたもんだから逆にそういった手法が使いづらくなったので今回あのハードウェアはコンソールでは PS5 はい、あの専用ということで、はい、PC 版ももちろん発表されましたけども、まあ、そういう意味で、あのー、ハードウェア的にこう、あのー、性能の高いところでいくって、あのー、これは割と早い段階で決められたんでしょうか。いや、開発の中盤ぐらいですね、もともとは、うん、あのプレイステーション4との縦マルチで想定して。 アセットもある程度、もちろんプレイステーション4の限界値ギリギリで動くところでっていう風にあのやってはいたんですけど、やっぱりファイナルファンタジーシリーズに期待されるクオリティラインっていうのが、プレイステーション4でその読み込みをほぼ皆無にしようとした場合、ある意味15よりもクオリティを落とさなきゃいけない部分っていうのが出てきてしまうので。 さすがに僕らが目指している最高のストーリー体験をもうほんとジェットコースターのようにあの最初スタートしたらもう最後まで一切のロードなくつっ走ってってこうすごいものを見たなってそれはもう何年経ってもすごいものを見たなって感じてもらえるものを作ろうと思った場合ちょっとやっぱり厳しいのかなっていうのであのまあこれも会社の方に今のような理由を全部あの 作って説明して、なので PS5 まず初動は1本で行かせてほしい。その代わり PS5 というかここ6にでしか遊べないゲーム体験というのをちゃんと作ろうとは思ってますって話をして、まあそこも、まあ、承認していただいたんで、じゃあ思い切っても PS5 から最初まずコンソールはそれ1本でスタートするぞっていうので。 それはでもね、作りたいものと、まあ、ハードの進化がぴったり一致したって感じですね。そうですね、だい本当にあの助けられました、あの超高速な IO 回りがなければ、やっぱ今もまだそので出せてない気がするので、はい、いや我々も、まあ、私は今、AIS の人間として、してますけど <laughs> プレイステーションにも関わってますので、そういう意味では PS5 を代表する。 作品にししてていいいただいて本当嬉しいですデュアルセンスの使い方なんかもすごく気持ちいいですよね。はい、そうですねやっぱりこうあれも、まあ、最初からプレイステーション5っていうものがあの出るよっていう時から SIE の皆さんにもここ売りなのでゲーム体験というものをさらに唯一無二の体験にしていくためにぜひこの手触りっていうところもっていうふうにプレゼンしていただいたのもあったのでこれもやっぱりこうゲームが全体つながって ただ結構その発売より全然早くて2年半前ぐらいにはもう全体つながってたんですけどもうだから1年強ぐらいですかねずっとプレイしながらそのフィードバックの値決めたりどこでフィードバックするかみたいなことはやってきたのでずいぶん多分慣れると何だろうあって当たり前に感じるかもしれないですけど他のゲームやるとあれなんか全然物足りない多分なるんじゃないかなって。 私の、あの、一緒に仕事している、そのうちのメンバーも、こう、開発途中のものを触らせていただいたりとかしてたんで、よく聞いてたんですよ。はい。16はいいよ、16はいいよ。あ,<と>ありがとうございます。あ、そうなんだって思いながら期待してたんですけど、えー、私もプレイして、それが実感できました。あの、一方で開発の、特に後半部分は、あの、コロナの期間と重なってしまったんですけど、はい、それはどうだったんですか <laughs> そうですね、あのー、実はちょっとそのついてたっていう言い方が正しいかどうかは分かんないんですけど、はいあのー、いよいよその全量産に入ろう特にカットシーン周りの量産に入ろうっていうタイミングと、うん、そのほぼ近いタイミングだったんですねある意味、シャットダウンしてみんなとにかく在宅に切り替えなきゃいけない。うん その準備もやっぱり12か月はかかる、バタバタして、で本当にたくさんの,あの会社さんに協力してもらって進めてたので、在宅の対応とかって、やっぱ各社さんスピードがちょっと違うので、ある意味、階級ブレーキっていうタイミングだったんですけど、同時に実は開発としても、カットシーンを作っていくっていうところに当時、非常に大きな問題を抱えているタイミングだったんです。で それが何かというとですね、あの、あまりにも、ゲームのリソース、アセットのリアリティが向上してきたがゆえに、はい、その脚本は全部全シーン仕上がっているものの、そこに対しての注釈と爪っていう部分がカットシーンを作る上での、はい、今までの経験してきたものでは、到底カットシーンが、何て言うんですか、効率よく作れない。 つまり情報量が足りなさすぎるっていう状態に直面していてでもカットシーンのスタッフは一生懸命前に進めようとするいろんな会社さんに協力もしてもらってるでも何回も何回も同じシーン撮り直したりシーンを撮りに行ってからあれも決まってないこれも決まってないこれも足りなかったあれも足りなかったっていうのが始まってずる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 遅延が起きているタイミングだった。 でそのタイミングでちょっと僕の方もちょっと、まあ、できるだけ現場には口出さないようにと思ってたんですけどちょっといくらなんでもみんな手が回らなさすぎなんでちょっとゲームデザイナーとしてあの使ってほしいって言ってで僕あのプロデューサーとしてではなくてちょっと現場に入って状況全部整理をしたら、はい、やっぱまあその例えば「アナベラはここで」 ベッドに腰掛けるって書いてあったとしてもカット割りとして、まあ、も,もちろんあの V コンテあるシーンもあれば絵コンテあ,、えー、あるシーンもあるんですけど本当にその穴べらがベッドに座るっていうそのベッドと電部が触れ合う部分ってカメラに収めるべきなの収めないべきなのっていう。あなるほど,なるほどで これがカメラに収めるってなった瞬間ベッドがたわまないといけないのでかつ、えー、とベッドの上に当然その中世ヨーロッパでもあるのであの布団もシーツも全部かかってなきゃいけない、はい、だから、まあ、何重にもだしでしかもプリレンダーで作ってるわけじゃない全部リアルタイムで作ってるので。うんうん それに対応できる骨数を持ったベッドをまず作んなきゃいけないんですよ。<laughs> なるほど。で、まあ今のは本当具体例なんですけど、VFX1 個撮っても、その炎って書いてあるだけではやっぱりダメで、ここでその放射状にこのサイズの,あの炎が、カメラの前はやっぱりどう横切るかっていうのを決めないと、 そこに描かれていくもののオブジェクトの,その細密さをで結局そのオブジェクトってアーティストたちが作らなければいけないので単にハリボテであのテクスチャーだけいい感じで見えてればいいようなのか実際あのディティールまで作らないと嘘がばれるようなのかっていうところは本当にありとあらゆるものを1シーンごと1カットごとに決めていかないと前に進まないっていう。 実はだからそのタイミングであのみんな機材の準備とかその作業っていうのはできないタイミングだったんででも毎日ズームで80人以上集まって、はい、ストーリーの,あのプレイしていただいたんで分かると思いますけど1カット目から、はい、エンドロールの先の,え、はい、あのエピローグまで1シーン1カットごとに、はい、80人で毎日 朝から夜までっていうのをこのシーンのこのトガキの解釈はこうでじゃあもうこのシーンはベッドは映さないからあのベッドはあの別にハリウッドに確認作業をやる時間に使えたわけですねその期間がはいそれを3か月半ぐらいはあそうすることによって当然 MC 収録の時の迷いっていうのもなくなるし、うん そのいよいよ具体的にじゃあそのクライブの立ち位置からこのカットにつながる時を想定するとそのこのカットのカメラのスタート位置はどこであるべきかっていう風により具体的にゲームとしての,その決めなきゃいけないことっていうことに集中していけるようになったので、うん。 で結局それをやることで全員が作らなきゃいけないものとか語らなきゃいけない物語とかキャラクターの感情表現をどこまでにすべきなのかこのシーンではじゃあそのジルはまだトラウマを抱えている段階だからクライブと会っても微笑みきれないみたいなその細かいニュアンスまで全部やってったので,でそこにやっぱり監督たちも全部入れてやった結果それが。 結構作品の,そのクオリティに結果的にはつながった部分かなとは思っているので、うん、あそこはちょっと不幸中の変な意味ですけどね<え>、まあ、転んでもただでは起きんぞみたいな <laughs> そうですねいろんなねことがあるんですねそういうこともあるんですねまあでもその間にとにかく、あのー、PC はどんどんあのみんなの家に輸送してで、うん、ス q u ニックスとしても明確に制度として 在宅勤務っていうのを恒久的にきちんと作ることによってあのこのピンチをちゃんと将来的なチャンスに変えていこうっていう話をしたので戻すことを考えてとかとりあえず今っていうことじゃないプランニングをして進めてったので逆に安定してからはすごくみんなあの在宅環境の中でも、まあ、やることが結構明確になったこともあって。 でも、最後、コンバットチームはあのこ,のこのタイミングからマスターアップまではえとこの主要メンバーは全員出社して最後のをやるそれはあの各セクション何回かに分けて何人かはあの業務としてお願いしてえとまあもちろん。 なんだろうもう一回環境無向こうに作っちゃったんでっていう人は、まあ、もちろん運び直してもらうっていう場合もあればもうなんか1週間じゃあもう詰めて近くのホテルビジョン泊まって会社でやってとか、うん、まあそんな感じではいやっぱり各社そうだと思うんですけどその最初のコンセプトを決めるとかディスカッションするとかいうところと最後の詰めをやってこうこれ入れる入れないとか決めるやるところはやっぱり集まって。 仕事ししたいいっっておっしゃいますねそうですねあのできなくはないとは思ってるんですけど、はい、あの紙の資料を作ってしまったりすると、うん、実は抜け落ちる感情とかあるやっぱりやってみて思ったんですけどあるはあるなと思っていて、うんうん、その人がどんな表情どんな空気感 どんなニュアンスで、うん、まあもちろんズームでも伝わるじゃん、それって言われればそうなのかもしれないですけど、やっぱこう肌で感じる、うん、なんていうんですかそ、その共鳴共振するみたいな部分って、やっぱりそうは言ってもあるなと思っているので、最後のまとめ込みの時は、特にわざわざ資料を作ってこの調整をこの資料に従ってやってほしいなんてやってられないので <laughs>。<laughs> で、やっぱりフレーム単位で調整しようってなってきたら、もうとな隣でもう、 4番やって上がったらもう即その場でコントローラーも持ってチェックをしてっていう体制の方が圧倒的に早いしものはよくなるのでそこはあの期間とかフェーズに応じてあの対応してもらうっていう感じにしてました、ねうん、ありがとうございますでちょっと話の話題を変えましてプロモーション面なんですけれども、はいはい、FF14 はもう当然もう一度出たものをこう作り直しながらユーザーと会話しながらっていう感じで。 まあ、あの一緒に作っていくみたいなあのずっとこう内部もあの情報をシェアしてこういうことをやろうと思ってるっていうのをユーザーにも伝えながらっていう形での、はいまあ、ある種プロモーションだったと思うんですけどあのシングルプレイヤーの,あの16の場合は、まあ、全然違うアプローチでしたよね。はい、それはどういうい またあのまあ世の中も変わってきてこう昔だったら年に1回 E3 があってそこなんかの発表してみたいなあったっていうのもまた変わってきてますしそれはどういうアプローチだったんでしょうかまずはその、まあ、これもやっぱりお客様、まあ、僕もファン目線で見ていて思ったんですけど発表されてから出るまで長すぎるのでとにかくあの実機で動いてるプリレンダじゃなく実機で動いてる、うん あの映像が、まあ、公開してもいいかなファーストルックとしてっていうところまでは発表は絶対にしないって言って、うん、まあそれで2020年にステートオブプレイで発表させていただいてるんですけど、うん、まあ正直グラフィックスのクオリティ的にはまだまだ詰まってないっていう状態ではあるんですけどやってますっていう部分で。 ここから2年でいけるっていう、まあ、一応スケジュールだったので、まあ、そこからまず発表していこうかっていうのを決めたのとあとはそのやっぱり今の,そのゲーマーたちっていうのもものすごく忙しいさっきもお話ししたけど過処分時間の奪い合いになっているので。うん ともすれば、例えばですけど、3ヶ月、発売3ヶ月前に CM をバンバンやり始めたとしても、もう誰も多分覚えてないですよね、発売する頃に <laughs>。はい。<laughs> な<で>ダウンロードなるみたいな感じですもんね、今ね。そうなんですよ。なので、もう、今回に関しては、なんか、中長期的なプロモーションというのはあまりやらなくていいと、そのお金の無駄打ちになるっていう部分もあるので、だからこそ、うん、その、 まあ発売直近にすべてのプロモーションとか広告出稿とかは全部あのお金をとタイミングを集約してえと体験版で最大化してそのまま2週でリリースするっていうところをかなり早い段階で決めてまあそこに向かってあのトレーラーのタイミングを何回にしようかとかそんな感じでやっていったので。 あのちょうど去年はですねもうほんと PS5 が作れなくてそのいろんな問題で、あのー、もちろん PS5 専用のねビッグタイトルでっていうところで今年に発売になったじゃないですかまあ変わったのか最初からそうだったのか分かんないんですけど、はい、今年の中盤の発売のタイミングっていうことであ良かったなと思ってたんですよ私は。 ファイブがやっと出せるっていうみんなが、ね、買えるって時期だったので、はい、それはやっぱりやきもきされたんじゃないですか開発の途中でこうパンデミックで、ねうん、部品が手に入らなないいみたいな、まあ、そうですねまあやっぱり相当そのまああのご退任されましたけどジムさんとも結構ジムライアンさんとも直接いろいろお話もさせてもらいましたし <laughs> まあもちろん、その戦略、プレイステーション5っていう全体の戦略に対しての、その、まあ、作戦展開っていうところも、まあま、あ直接お聞きして、まあも、もちろんそのエサインさんの事情はわかりますと。でも我々の事情はそれだけじゃ通らないんで <laughs>、みたいな会話は結構、あの、本音ベースでやらせていただいたり、まあ、だからこそ結構、その、どの時期にどういう、その、施策だったり供給をっていうのは結構早い段階からお聞きは、 でできたので、うん、まあそれに合わせていやもちろん開発はもう目一杯だったのであれより早く出すっていうのはほぼ不可能だったのでなので結果的にはその大量に出していけるぞっていうタイミングのプラス3ヶ月ぐらいの、まあ、6月っていうタイミングで、うん、かつあのホリデーに向かってしまうとまたホリデーのいろんな対策ともぶつかっていくっていうのを考えると、うん、まあここ 今、今年出すんだったらここが一番いいタイミングかねっていうところで、ははしたかなとは思ってます、はい、本当にもうあの、測ったかのようなタイミングであのすごく良かったなと、私も思いました。いやいやで、今後ね、PC 版も出ますので、さらに、はい、あのゲームの評判もいいですし、DLC も発表されまして、はい、この DLC について、まだあんまり内容は言えないと思うんですけど、うん あのストーリーをもっとあの追加していくのかフィーチャーであの遊ぶ要素を増やされるのかどういうものになるんでしょうか、はい、やっぱり今回その繰り返しお話ししてきたようにそのストーリーっていうところにものすごく注力して、うん、やっぱり FF ってストーリーあってのものだと思ってますし特にクライブっていう人間の生き様をまっすぐ描いてきたからこそあの今回今その日本 有料 DLC を開発中ではあるんですけど2本ともしっかりストーリーはカットシーンも含めてあるので何ていうんですか単純に遊びが増えますとかだけではないですねストーリーあってのなはいなんかあのゲームの中でも見れるあのそういえば カットシーン中でも見れる情報のあるじゃないですか、国が出たり、はい、キャラクター、あれはめちゃくちゃ便利だったんですよ。ありがとうございますそれで、ね、本当に資料もいっぱい作られてるし、はい、これなんか FF16 サーガーじゃないんですけれども、はい、いろんな今後あの、あるキャラクターに注目したストーリーとかゲームが作れられたり、なんか違うジャンルのエンターテインメントが作られたりするのかなみたいな、そういう期待感もちょっと感じてしまいます。<laughs> それも結構おっしゃっていただきはするんですけど、まあ、もちろん16あのすごく気に入ってくださってる方もたくさんいらっしゃってあのもっと遊びたいって言ってくださってることもあって今 DLC の開発をさせていただいてるんですけど、まあ、やっぱり第三開発事業本部というか僕らとしてはあの14をさらにこう発展させていきつつ今回16で培った経験とかっていうのを、うん、またさらに別のゲームへこう昇華させていきたいなみたいなところは 結構強いですかね。うん、あじゃあ FF17 は担当されないんですかね。<laughs> それはちょっとなんかさすがに今取締役なんであんまり迂闊なことは言えないですけど、ね、はい。とりあえず決まっては全然いないんですよ。はい。うん、ただじゃあ,あのはい。どどっちって言われたら<あ>なんかそそろそろあの新しいのも。 まあ2作ねそれこそ1416とやらせていただいたんで、うん、あの同じおじさんたちがやってるよりはこう若い世代がさらにその若い感性で今のようにあったまたチャレンジの豊富な FF を作るっていう方が未来に向かったいいのかなって思ってるところはちょっとあります、うん、じゃあまあ仮に若いディレクターが次 FF17 任されましたで吉田さんにアドバイスを求められたら何てアドバイスされますか まあ基本的には、あのーまあ、これは生みの親である坂口さんもそうですし、今、FF の責任者を務められている北須さんもそうですけど、FF、うん、ってやっぱチャレンジのものだ。うん、で、前作に、まあ、けを売るじゃないですけど、俺が作る FF の方が面白いと思ってみんな作ってきてるから、ひとまず思い切って、自分が面白いと思う FF は何なのかを、まず一回全部出してたらいいんじゃないって、うん、あれこれ考える前に。 で、その後で、うん、こう、例えば16がこうだったから、今回はじゃあもうリアルタイムアクションと、あの、ターンベースのバトルをもう両方入れるんだっていうのでもいいと思うし、うん、<laughs> あの、もう極限一回ターンベースに戻して、もう全部どっとりしますっていうのでも。そう、それって、やっぱり何に、こう、何年もの、うん 自分の人生をかけてお客様にどんな体験を届けたいか、うん、ファンの皆さんに何をあの遊んでもらいたいかだと思っているので、まず一旦やってみたい、俺が FF を私が FF をやるんだったらこれだっていうのを、うん、まず一回全部机の上に並べて、それで何かこっちとこっちどうしようってなったら、いやまた相談においでみたいな。うん、<laughs> まさにその最初の1年半で F16 の。 時に3人で固められたような。そういうプロセス的にこれはやった方がいいぞっていう。はい、そういうアドバイスになりますかね。そうですね。そこでやっぱり目指してるものに対して何がその？じゃあ a か b かってなった時に客観的に。まあそれがやりたいんだったら、こっちの方がそのより伝わりやすいんじゃないとか。まあこっちをやったらこういう。 メリット、デメリットがあってこういうこっちやったらこういうメリット、デメリットあるけどそれを乗り越えてでも達成したいのはどっちとか客観的にそういう仕分けは結構僕得意な方なんでまあそういうアドバイスには乗ってあげられるかなとは思います <laughs> なるほどじゃあさっきちょっとおっしゃったご自身あるいは第三事業部としてまあ今後あのやってみたいなあるいは今の業ゲーム業界どんどん変わってますけどこういうところはすごく興味があるなみたいなのは何かありますかそうですねまず とはいえやっぱり僕はスクエア・エニックス、まあ、ゲームデザイナーを自分的には職業としては自負してるんですけどその前にやっぱりスクエア・エニックスの,あの社員であり取締役でもあるので、うん、今回、その16とかそれから7リメイクシリーズがアクションというものを取り入れてもともとスクエア・エニックスってアクションが苦手な会社って、まあ、今も多分思ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけど。<laughs> ここまで来たからね、やっぱりこの経験値を生かして今までのそのスクエアニックスにないというかさらに物語性とか感動とかそのインパクトっていうものをよりちょっとアクションっていうもので表現していくっていうチャレンジは続けた方が会社としてもいいだろうし続けたいなって思ってるところなのでまずそこは一つ。 掲げたいなととは思ってるところです、うん、あとはもうその、うん、テーマとしてまたこうどっしりした重厚なファンタジーを作るのか、まあ、あえてこうあえてね本当ジブナイルの,あの大冒険物語を作るのかどっちにしてもなんか振った方が面白いので <laughs> 僕らも前ねドラクエもやられてましたしねはいそうですね <laughs> なのでまあちょっと いろいろ考えてはいますけどやっぱりプレイヤーの皆さんゲーマーの皆さんに楽しんでもらうものを作るときには自分たち自身が作ってて面白いこいつは面白くなるぞとかこれは面白いぞってやっぱ思って作れるかどうかってめちゃくちゃ大事だと思っているのでまずみんなが その僕がこういくつか話をしたり彼らからもあい出てきたアイデアの中でみんながなんかマジこれ面白そうだかよしこれでいこうぜってなるかどうかがまあポイントかなとは思ってます、うん、ありがとうございます。はい、じゃあ,あのこのポッドキャストはもうあのいろんな若いあのゲーム開発者の方もあのいっぱい聞いてらっしゃると思うんですけど、はい、これからゲーム業界に入りたいとかあるいはゲーム業界に入って。 あのまだ何年みたいな若い開発者の方に何か、うん、あのアドバイスじゃないんですけどこういうことは考えた方がいいぞとかやった方がいいぞとか何かありますか、はい、あのー、まあちょっと僕はあの絵がドヘタであの指摘をしたり構図指定をしたりこう発注をしたりは得意なんですけど全く自分では絵のその。 作る才能がないので、アーティストを目指してる方にはあんまりこう <laughs>、アドバイスできないんですけど、<laughs> ただ、今、いろんなミドルウェアが発達して、で、まあ AI もこれだけ逆に使えるっていう世の中だとしても、僕はいずれにせよこうゲームデザイナーを目指すとかであれば、やっぱプログラムを書いてほしいなっていうのは、 実は今仮にもう業界に入ってたとしてもプログラムって実はよく分かってないんだよな触ったことないんだよなって方もちょっと簡単でもいいので自分で行動を書いてほしいなっていう思いは実はすごく強いですこれは今も年々ある意味ちょっと強くなってますね。 あのコラボがやりやりすくななるってことなのかそれとも自分で全部作れちゃうようになった方がいいよってことなのかどういうことでしょうか、あのー、あまりにもハードウェアが高性能になり使っているとテクノロジーの水準が上がり本当に専門性が上がってきてるっていうのがまあ事実そうですしそれによって高品質な、まあ、あのゲームっていうのが作れてるのは事実なんですけど。 どこまで追い込んでも最後は 1, か1と0の塊であり論理的にその仕組みやルールがきちんと整合性で取れて動いていないと当然ですけどバグが出てゲームは動かないのでその理屈っていうものをちゃんと理解しているかどうかっていうことが実はそのありとあらゆる会社ありとあらゆるプロジェクトに行った時に一番役に立つんです ですよ例えばその特定のミドルウェアでだけ何年も仕事していてそろそろキャリアアップを考えようって言って次の会社に行った時に次の会社では例えば僕とか第三開発事業本部のゲームデザイナーたちみたいにガリガリ自分たちで仕様を書きユニークな発注をプログラマーにどんどんしていきパラメータでものを制御していくみたいな作り方をしているところに「じゃあこれ作ってみて」って言われると「えっ ツールとミドルウェアはないんですかってなっちゃったら、うん、ゼロからなんですよある意味、うん、だから僕はやっぱそのミドルウェアの,その根幹にあるほんと簡単ででいいんですベーシックとかでもいいしそれこそ別に、うん、あのゲームで使われてるような言語じゃなくてもいいからコンピューターってその人間がプログラコンピューターに理解してもらえる命令セットを書くからこそ動いてくれるので。 そこの仕組みとか、うん、その成り立ちだったり、あと自分で書いたコードをデバッグするっていう部分もそうなんですけど、それだけで相当あの開けるものがあるので。わかりました。ありがとうございます。そこはぜひ。今日はもう本当に面白い話いっぱい。どうもありがとうございました。いやいやこれからもすごい吉田さんプロジェクト期待してます。ありがとうございます。